私はあなたに何も与えていません。ハイネ、誰があなたのためにお茶を作りますか？学校。しかし、キャスはレシピを思いついた。ああ、どうして忘れることができたのでしょう。あなたのスキンウォーカーのガールフレンド。あなたは何にそんなに腹を立てていますか？彼女自身の利己的な理由で、騙されて私たちを終わらせようとしました。なぜあなたはまだそれを飲んでいるのですか？何をしていますか？はいね。まあ、どう思いますか？悪くない。